ハングリーに関した大阪府23歳岡田健担当陸医、4月に入籍したばかりの新婚ほやほやの招待状です。なお展示の途中に空砲を使用しましたので、小さいお子様連れの方はあらかじめ耳を塞ぐと一つをお願いいたします。隊員が展望する小銃先端の黄色い部分については、閉所用空砲発射補助具といい、小銃前方で行動する際の安全を確保するための機材であります。そのため小銃からの距離が非常に近い状態でも安全に訓練ができます。なお本日については安全を保障するために黄色のペイントを施しています。それでは安全性を確認していただくため以上代表を説明します。隊員が向かい合った状態、横に緊急した状態、このように空砲を発射した際のザスト噴出は横方向30センチのみに限定されており、前方においては絶対に安全であります。本日は展示内容の都合上、小銃が前自体方向及び右側の道路方向に向くことがありますが、安全であるためご安心ください。それでは停止した状態の展示を実施します。前方敵に対する射撃動作、敵に対する射撃動作で基本となる射撃姿勢、隊員は射撃を実施した後、周囲に敵がいないか確認し、異常がなければ銃を下げます。周囲の敵に対する射撃動作、海に隣接する敵に対し迅速に方向変換をして射撃する動作です。隣接戦闘においても拳銃殺到技術を用いてあらゆる敵に対処する可能です。続きまして移動
動状態における射撃動画です。各種動作をリズムに合わせて実施します。これより先、空砲射撃を実施しますので、ご注意ください。まずは、映画「キルビル」のテーマに合わせて、前後左右に移動する動作をご覧ください。終了します。展示部隊、隊長。自衛隊の展示部隊に今一度盛大な出演をお願いいたします。